紹介する作品はこちら、古川本舗のヘイル・アゲンスト・ザ・バーンドアです。ガチャ。このアルバムはですね、古川本舗さんの4枚目のアルバムとなりますね。作詞作曲はもちろんのことを、このアルバムでは自分も歌っちゃってると。そうなんです。いつもむしろ逆に歌ってないんですよね、この方ね。プロデュース業の側なんですよね。今回は自分でも歌っている曲が入っているということで、これは必聴じゃないですかね。アルバムのリードトラックにもなっている21グラムという曲があるんですけど、これねミュージックビデオも作られてるんですね。ところでこの21グラム、さて何の重さでしょう。21グラム。はい。すっごい微妙な重さよね。だいたいスティックシュガー2本分とか。スティックシュガー2。もうこのペンぐらいでしょ。多分ね。切れてるバター2かけ分とか。それだけ持つってことあんまないもんね。11円玉21枚分。11円玉って何？1円玉に。1円玉ね。何これ？はい。実はですね、この重さが人間が誕生した時の心臓の重さ。だからいやしない懐かしい感じないよ。自分で持ったことないし。このね本当あるようなないようなだけど確かにここに存在して。なるほどね。存在し始めた。そんなね新たな命の旅立ち、生命の旅立ちっていうようなね。そんなことも示唆しているというような。三河さんさすがだよね。さすが。人に言いたくなるでしょだって。ちょっと言いたくなるね。これ持ってみっつって何グラムだと思う。これ21グラムですとか。お前の重さだぞ。これくどいてんだから。よくわかんないけどね。はい。そしてですね、ディレクターは古川本舗さん自らが手がけているということですね。はい。この曲はですね、スペシャル TV 10月度のパワープッシュ曲にも選出されているという。素晴らしい。ぜひともチェックしてみてください。このアルバム聞いてみてどうでした？いや僕実は前もね紹介させてもらってて、古川本舗さん、この方本当に前回も言ったんですけど、本当になんか分厚いちゃんとなんだ放送されたというかなんだ刺繍が入ってそうなこの分厚い本を読んでるようななんか重厚感みたいなのがあったりして、前作は割とそれがちょっとなんだろうな切ない感じとか寂しい感じみたいなのが割とメインになってたんですけど、今回の作品がですねなんか古川本舗さん自体に何かいいことがあったのかわかんないんだけど幸福感に満ちてるんですよ曲全体が。でちょっとバンドサウンドみたいなのも入ってきてて、なんかそれこそ新しい旅立ちを本人がスタートさせてるみたいな。前回割と読んだと「はあ」っていう感じだったんだけど、今回は読んだと「ちょっと笑顔で広げた、なんか俺も頑張ろうみたいなちょっとした幸福感に満たされる、映画を1本見終わったみたいな感覚にもなれる、不思議な感覚になれる作品でしたね。古川本舗さんなんですが、12月には日本橋三井ホールでワンマンライブが決定されているとのことです。はい、詳細はまだね決まっていないということで後日発表だそうなので、ホームページをぜひぜひチェックしてみてください。クリッククリック。スペースシャワーとパルコがコラボレーション、音楽とファッションをテーマにしたキャンペーン「ミュージックラブズファッション」が開催されます。今年の秋はグランジ、モッツなど音楽のイメージを取り入れたクールなファッションが一つのトレンドとなっています。今回のキャンペーンではアナログフィッシュ、ナボア、80キッズ、カラスは真っ白、赤色のグリッター、そしてホームカミングスの6組のアーティストがファッションブランドとのコラボでポスターと映像を制作しています。詳しくはパルコホームページをご覧ください。